どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあずしです。今日は最後までよろしくお願いします。秋っぽくなってきましたけど、いかがお過ごしでしょうか。秋といえばですね、やっぱりこう食欲の秋っていうところで、秋の食べ物といえば、松茸だったり、サンマ、そしてまあ寒くなっていくとね、鍋なんかいいかなと思うんですけど、秋といえばやっぱりたい焼きでしょうかね。ちょっといただいたんでね、いただきます。おいしい。はい、というわけでですね、今日のトークテーマはですね、これをやろうかなと思います。来年に復活してほしいことベスト5。はい、ここビーズの場合だとね、昔やってたことをちょいちょい復活させるってことがまあ あるんですけども、例えば、最近でいくと、2021年に、約25年ぶりにですねフレンズ3が出たりとかね、2018年にラブファントムの続編的な曲になる火の鳥を発表したりとかね、まあ、これはぜひ復活してほしいなっていうものがですね僕の中で5個あったんでですね、ベスト5形式で発表したいなと思います。それでは行ってみましょう。第5位、ヒドゥンプレジャー02。ヒドゥンプレジャーですね、ベストライブビデオみたいなねやつなんですけども、これ出たの2008年でしたっけ。確か20周年の時に出たんですよね。まあ今でこそビーズって毎回ねツアーをやるたびにライブ DVD とかライブブルーレイを出してくれるんでいいんですけども、昔って本当に固くなりに出さない時期が特に90年代なんてほぼ出なかったんでですね、おそらくその特定の会場を選んで撮影だけはしてたようでですね、要は映像化になってないライブの抜粋して、まあ、一本のライブみたいに仕上げていくっていう仕様だったんですね。でですね、僕はまあこのヒドゥンプレジャーなんですが、まあたまにいただく質問でですね、ビーズのライブ DVD はどれから見たらいいんですかっていうことをたまにご質問でいただくんですが、僕は結構ねこのヒドゥンプレジャーを推してます。まあ、人によってはねこういろんなライブがこう合体してるから見にくいっていう人もいるかもしれないんだけども、90年代のビーズのライブっていうのはもう色気もかっこよさも半端ないんでですね、それがその堪能できる作品になっているので個人的にはすごいおすすめしております。去年ライブビューイングやってた、ファイアーボールツアーだったり、ジャップザリッパーとか、あとそのバズとかも全曲入ってないから、まあ、発表してるライブのものでもいいからちょっとこう映像化してほしいなとか、グリーンツアーの太陽のコマチエンジェルとかね、あれなぜか DVD だとそこだけカットされてるんですよね。とか、あとその日替わり曲ですよね。モンスターズガレージの2曲目って映像版はジュースなんですけど、あれ確か日替わりでゼロもやったんですよ。とかですね、2003年のビッグマシンツアーなんかもですね、ほぼ解禁されてないっていうところで、そういうのをちゃんと選んでやれば、ヒドゥンプレジャー2は普通に発売できるとは思うんですけどね。まあ、これよかったらぜひ出してほしいなと思います。第4位。マーズ2。マーズっていうミニアルバムをですね、ビーズは91年にリリースしてるんですけども、まあ皆さんが知ってる曲でいけば、それこそ孤独のランナウェイとかね、が、入っているアルバムですね。で、これマーズって去年のライブのオープニング SE で使われてましたよね。やっぱりマーズの曲ってかっこいい曲多いんですよね。で、基本 AC なんですけどね、ライミングオールナイトとかね、ラブ&チェーンとかもやってましたっけ。あとはレディナビゲーションの AC 版とかもそこでやったりするんですよね。新しい曲を1曲2曲その中に入れてもらって、さらに昔の曲なんかをこう AC に変えて再レコーディングっていうんですか、っていうのもやってもらったらいいんじゃないかなと。で、マーズっていうのは実はこれその火星を、イメージしてるわけではなくて、当時ね松本さんがアメリカに行ってたらしく、その時よく行ってたディスコがですねマーズって名前だったらしいんですよ。そのディスコのノリがすごく楽しかったので、ディスコサウンドっぽいやつを作ろうっていうコンセプトで、マーズっていうミニアルバムが完成したんですけども、マーズ2っていう表記じゃなくても、マーキュリーとか、ジュピターとかね、そういう名前で出してもらってもいいんじゃないかなと思います。今ゴリゴリロック化したビーズがですね、ちょっとこうディスコサウンドを意識するとどうなるんだろうなっていうふうに思います。第3位、ミクスチャー2。僕もまあ、ここで出してるぐらいだから希望してるんだけど、SNS なんかを見ると、結構ミクスチャー2をね、望んでる方がまあ、めちゃめちゃ多いんですよね。まあ、ミクスチャーっていうのは、2000年のベストアルバムっていうかまあ、当時はマストアルバムって言い方してたんですけども、メインはね、カップリングとか昔の曲を再レコーディングしたやつを詰めて、一つのアルバムにしましたよってやつだったんですけども、もともと、原盤権を持ってる旧事務所とちょっとまあ、揉めた時期があったんですよ。それの和解案として、ミクスチャーを出したっていう背景だったんですよね。ミクスチャーのいいところっていうのは、まあ、その曲全体的に、その人気な曲が結構入ってるっていうのと、あと、まあ、レコーディングをし直してるやつはもちろんなんですが、その昔の曲でもやっぱり音量バランスが悪かったりするので、ミックスっていうんですけども、例えば、ちょっとこう、音圧を変えたりだとか、ちょっとこう、ドラムの音を強くしてみるとかね、
そういう風にバランス調整をして、再度出しましたっていうので、オリジナルに入ってるやつよりもやっぱミクスチャーを聞いた方が非常にね耳なじみがいいんですよ。音量ミックスを施した状態でぜひミクスチャー2を出してほしいなと思います。2000年以降のシングルのカップリングとかっていうのはほぼほぼどのベストアルバムにも入ってないんでですね、まあそういうのは1枚にあってもいいのかなっていう気はします。でさらにその初期の曲なんかももう一回レコーディングしてもらったりするとより聞き応えがあるんじゃないかなと思います。これは あくまで僕の個人的な、意見になるんですけども、ビーズのベストアルバムといえばプレジャーだったりトレジャーとか、まあ、あるんですけども、もうベストアルバムはいいかなっていうふうに思っております。というのも前ベストアルバムを出してからそんなにシングルも出してないし、で今ほらサブスクで全曲聴けるじゃないですか、 CD がなくても。で自分が好きなようにこうベストアルバムを作ることができるんで、そんなに無理して出さなくてもいいのかなっていう気はしてます。ひょっとしたら今度の40周年に出すかもしれないですけどね。はい、じゃあ第2位、ビデオジム03、ビデオジムですね、これ知ってる人ほんと少ないんじゃないかなこれはですね、92年と96年にビーズの裏側をその面白おかしく写して編集した、まあ、1時間程度のですね、ビデオをですね、ツアーみたいに全国の会場でスケジュールを組んで、そのでっかいモニターを置いて、放映をして、そんなイベントがあったんですね。で内容的には10周年の時にファンクラブのみに配られたビデオとか、20周年の時にファンクラブの人だけに配られた、ヒドゥントレジャーみたいな内容なんですね。で結構ビーズの場合だとちょこちょこそういう上映みたいなものってやってるんですよね。と2018年のシーンズの時もダイナソーの、制作からダイナソーのライブの裏側を追ったね、ものをちょっと上映したりだとか、2006年のモンスターズガレージのトレジャーランドでもそういうやつ上映してましたよね。まあ、ああいうのをですね、まあ、イベントとして、で全国の、まあ、ホール会場みたいなところやったらすごく楽しいんじゃないかなと思ってですね、まあ、ぜひですね、まあ、ライブジムがない時はない時でこういうイベントとかで盛り上げてもらったらいいなというふうに思って、このビデオジム03を選ばさせていただきましたこのビデオジム行かれた方って言います？これ見てる方の中でもしいたらですね、コメントなんかでその時のこう思い出とか感想とかね、ぜひ書いていただいたら嬉しいです。はい、というわけで第1位、ラウドジム02。いろいろ考えたんですけど、やっぱこのラウドジムが僕結構楽しかったなと思ってですね、まあ、知らない方のために、ちょっと説明するとですね、2017年から18年にかけてですね、毎月全国のライブハウスをですね、ビーズがジャックして、まあビーズは来ないんだけれども、このライブハウスの中で例えばそのビーズの曲を爆音で聴くとか、当時の新作のニューアルバムダイナソーをですね、いち早くそこで公開するとか、まあライブの、映像なんかをですね、爆音で見させてもらえるとか、あと結構レアだったのはIn Your Town 09の映像をちょっと出したりだとか、In Your Town 2017のライブ音源だけをですね、みんなで聞くとかね、シークレットナイトと称して、それこそさっき冒頭に言ったヒドゥンプレジャー02みたいなね、そんな感じの映像がね出してみたりとか、まあ、とにかく楽しかった記憶が非常にあります。回ごとにテーマを決めてやっていくっていう、そんな感じのね、イベントだったんですけども、まあ、ビーズが来なくても我々を楽しませてくれる、しかもチケット代無料なんですよね。まあ、その代わりライブハウスのドリンクは買わないといけないんですけども、まあ、それでも安いもんです。毎月行けなかったんだけども、半分ぐらいは行ったんじゃないかな。まあ、当時はその YouTube なんかも全くやってない時期だったんで、誰も喋りかけることなく一人で行って一人で見て一人で帰ってくるっていうことをやってましたけども、今やったらね、またこういろんな楽しみ方があるんじゃないかなと思います。ざっとね、こういう5つの案を出しましたけども、どうでしょうか。この中でこう皆さんがやってほしいものって何かあります？どれもこれもやってほしいと思いませんかまあこれ以外にもね、復活してほしいものって他にもきっとあると思うんでですね、ぜひコメント欄にその旨、書いていただいたら嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。